ははいこんにちはチャネラーリュウですえー、今日はですねえー、平成30年のええー、前役の方をお知らせしたいと思います。えー、そうですね、えー、前役でいきますとまずええー、男性で平成7年生まれ。 24歳ににななる方ですねが前役になります役年というのは前役、翻訳、後役と3年間続きますので、前役の方、これから3年続きますよということで、頭の片隅に置いていただければなと思います。あとは、昭和53年、41歳になられる方、それから昭和34年生まれ、60歳になられる方が男性の前役になります。 ので、えー、これから3年間ですね、えー、節目の年になりますので、えー、またそれを踏まえた上えで生活してください。